どうも皆さんこんにちは、チャクマスです。本日はですね、マイルが貯まるホテル予約サイトのカリゴがですね、今2倍キャンペーンをやっておりますので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、マイルが貯まるホテル予約サイトカリゴということで、先日ねこちらの動画でロケットマイルズっていうねホテル予約サイトね紹介させていただきました。まあまだ見てない方はですね、ぜひこちらもねチェックしてみていただきたいなと思うんですけども、このねカリゴもですね、ホテルをね予約する際にこちらを経由して利用していただくとマイルが貯まるねサービスっていう風になっておりまして、このカリゴ自体はですね、もうかなり前になると思うんですけど、一回だけね取り上げたことあるんですけども、まあそれからねなかなかね取り上げる機会もなかったわけなんですけども、今回ですねこのカリゴがですね2倍マイルキャンペーンっていうのがやっておりますので、このカリゴのね非常にいい部分はですね、この貯まるマイレージサービスの中にJAL が入ってるんですよね。これ先ほど言ったねロケットマイルズにはね JAL っていうのは入ってないんですけども、このねカリゴにはね JAL マイルが貯められるっていう風になりますんで、すごいね貯まるマイルがパーセンテージね高いわけではないんですけども、まあ貯まらないよりかはですね貯まった方がねいいのかななんていう風に思いますので、各種ねマイレージメインで貯められている方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずねキャンペーンの詳細いきたいなと思うんですけども、まず予約期間はですね2022年の5月の1日から2022年5月の9日朝8時までっていう風になります。で宿泊期間はですね2022年の12月31日までっていう風になっておりまして、こちらねエントリー必須のキャンペーンっていう風になりますんで、概要欄にね公式サイト載せておきますので、利用される方はですねエントリー忘れずにしてからですね利用ねしてください。で今回のキャンペーンの特典ですね、マイルポイント2倍っていう風になっておりまして、でこのキャンペーンのね付与時期に関しては滞在完了後4週間から6週間以内にね付与されるっていった形になります。でこのキャンペーンなんですけども、本当に申し訳ない限りなんですけども、メールがね昨日ぐらいに来てて、私もうちょっとね長くやってるキャンペーンだと思ってたんですけども、この動画が出てるのはね5月の8日っていう風になっておりまして、このキャンペーンね明日の朝で終わってしまうんですよね。ですのでもしね利用されたいなっていうふうに思った方はですね、ぜひね早めにホテル検索してね予約ね入れていただくようにしてください。予約期間はね明日の朝8時までっていうふうになっておりますんで、この点はね注意してください。でこちらねエントリー方法なんですけども、概要欄からね公式サイト飛んでいただければですね、公式サイトの下にこういった形でですねスペシャルプロモーションを利用するにはこのオファーをアカウントに追加っていうのがねあると思うんですけども、会員登録ねした後にですねこちらね飛んでいただくと、こちらからねオファー参加、まあこのキャンペーンのエントリーがねできるようになっているっていう風になりますんで、こちらね押していただくとですね、文字ね色が変わってこのオファーアカウントに追加されましたみたいな感じでね表示がされますので、このエントリーね忘れずにするようにしてください。これねエントリーしないで予約検索してもですね2倍のマイルね表示されないっていう風になりますんで、この点はねご注意ください。でこのねカリゴなんですけども、対応しているマイレージサービスなんですけども、一覧はねこんな感じになっておりまして、 JAL からユナイテッド航空とかねアラスカとかブリティッシュとかね、まあ結構たくさんあると思うんですけども、まあ私のね動画で結構登場しているのはですね JAL とかアラスカ、ユナイテッド、シンガポール、ブリティッシュアウェイズといった感じで、まあこういった形でねなっていて、やはりね冒頭にも言いました通り JAL がねこのカリゴではですねマイル貯められるっていう風になりますんで、この JAL のねマイルっていうのはポイントサイトとかね運用されている方、ポイントサイトからね JAL にねマイル交換されている方多いかなと思うんですけれども、やはりね JAL のマイルっていうのはポイントサイトのポイントもね基本 50% みたいな感じで、まあキャンペーンがあったら 60% とかね、まあポイントサイトによったらそのキャンペーン乗ってもうちょっと高かったりするんですけども、まあ基本的にはですね 50-60% で交換っていう風になりますんで、この JAL マイルをねメインで貯められている方はですね、ホテルでね予約して利用していただければね JAL マイルが貯まるっていうのはですねかなりねメリットではないのかなというふうに思います。で今回のキャンペーンに関してはですね、残念ながらねユナイテッド航空とアラスカ航空、この2つはですねキャンペーン対象外になっているようで、検索してもね出てこないっていうふうになりますんで、この点はねご了承ください。それでは次にですね、実際にね検索してみていきたいなと思うんですけども、 JAL でね検索するとこういった形になります。これねマイル多い順で今検索してるんですけども、こちらね星のや東京さんで、調べるとこちらの表示がね10万と7020円になってると思うんですけども、
これね、先に進んでいくとですね、サービス料とかね、これ入ってない金額っぽくて、これ詳細いくとですね、こういった形になります。116,218円で、3552マイルで、今回のね2倍キャンペーンということで3552マイル、まあこれじゃあ2倍になっているっていう風になりますんで、まあ合計するとですね116,218円を支払って7104マイルがね獲得することができるっていった形になります。ですんでこれね、他のホテルでもねちょこちょこ調べてみたんですけども、だいたいね宿泊料金の 6% から 7% ぐらいがですねこの JAL マイルね貯まるっていう風になりますんで、まあこういった形になりますかね。まあ個人的にはですね、もともと JAL マイルっていうのは非常に貯めづらいマイレージサービスっていう風になりますんで、まあちょっとね11万円で7000マイルなんですごい多いかっていうと、まあそこまでではないのかなと思うんですけども、まあ基本的にはね貯めづらいマイレージサービスっていう風になりますんで、まあ宿泊してねマイル貯まるのであればですねいいのかななんていう風に思います。それでは次にブリティッシュエアウェイズのアビオスですね。ちょっと話変わっちゃうんですけども、先日ね、マリオットポイントからブリティッシュエアウェイズのね、マイルに交換すると 25% 増量キャンペーンっていうのを、こちらの動画でね、解説させていただきましたけども、結構ね、交換完了早くて、もうね、1週間前までいかないかな。4、5日前にね、ポイント交換完了したっていう風になりますんで、こちらね、報告させていただきました。ちょっとね、話脱線してしまって申し訳ないんですけども、ブリティッシュエアウェイズでね、検索すると、こういった形になります。一番上のね、オークウッドプレミア東京ですね、こちらカリゴ .com の価格で31,393円で7,896アビオスがね、獲得することができるっていった形になっておりまして、こちらはですね、詳細言ってもね、値段変わんなかったんですよね。ですんで、31,393円を支払って、7,896アビオスということで、まあ、こちらもね、結構いいんじゃないかなと思います。25% ぐらいはね、マイル換算で取れてるっていう風になりますんで、ブリティッシュエアウェイズのね、マイルに関しては、JAL のね、国内特典航空券が、発券できるっていう風になりますんで、6000マイルからできるんだったかな。できますんで、片道のね、国内特典航空券、これで発券することができるっていう風になりますんで、ブリティッシュエアウェイズはね、かなりいいのではないのかなと思います。で、次にですね、シンガポール航空ですね、クリスフライヤーで検索すると、こういった形になります。こちらね、一番上のパールホテル八重洲、こちらで検索すると、元々がね、20,593円で670マイルなんですけども、これね、詳細いくとね、ちょっとシステム弱いみたいで、これね、6070マイルって書いてあるんですけど、これ詳細いくとね、5300マイルまで落ちるんですよね。で、金額が、税込みで24,442円で、まあ、5300マイルっていう風になりますんで、まあ大体ね、シンガポール航空だと 20% ぐらいのね、マイルが獲得することができるっていった形になりますかね。まあブリティッシュエアウェイズのマイルに比べると、まあちょっとね、少ないかななんていう風に思うんですけども、まあクリスフライヤーのね、マイレージサービスも、なかなかね、貯めやすいマイレージサービスではないので、まあこれもね、20% で取れるのであればですね、かなりね、いいのではないのかなと思います。まあこういった感じですかね。結構ね、検索したんですけども、ちょっとね、システムがそこまでね、強くないのか弱いのか不具合なのかちょっとわかんないんですけど、マイレージサービスをいろいろ、JAL とかね、ユナイテッド航空とかアラスカとかいろいろ変えて検索しますよね。これがね、なんか、前の検索結果をね、引っ張ってくるところがあるみたいで、最初ね、JAL で検索すると、2万円ぐらいで7000ジャルマイルみたいなね、なんだこれすごいみたいな感じでね、表示されたんですけども、先進んでったら1400マイルとかまで下がってですね、ちょっとね、システムが弱い部分もね、あんのかななんていうふうに思いますので、宿泊代金とマイレージのね、最終確認の合計ね、確実にチェックしてからですね、利用ね、していただければなと思います。最初ね、JAL で検索して2万円で7000マイルとか見た時は、本当に、わ、カリゴの時代来たと思ったんですけども、全然ね、そういうわけではね、なかったので、本当にね、よくね、最終確認してからですね、利用ね、していただければなと思います。
ということで今回ですね、ホテル予約サイトのカリゴについてね、解説させていただいたわけなんですけども、やはりね、2倍キャンペーンが来ていて、JAL マイルが貯まるっていうのはやっぱりいいですかね。まあ先日ね、ロケットマイル紹介させていただきましたけども、今回のね、カリゴのキャンペーンに関しては、ユナイテッド航空とね、アラスカ航空に関しては対象外っていう風になりますんで、まあ、この2つに関してはですね、ロケットマイルですね、利用していただくのがね、いいのかななんていう風に思うわけなんですけども、ブリティッシュエアウェイズね、ブリティッシュエアウェイズとシンガポール航空か、この2つに関してはですね、このカリゴの2倍のキャンペーンもね、かなりいいかなっていう風に思いますので、気になる方はですね、ぜひね、利用してみていただければなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。